らしいね。ね、気にしない方がいいよ。あれ時間帯悪すぎるわ君。日曜休み明けの月曜日の朝2時3時は一番きついから。とりあえず今どこ行ってんの？大黒町行った？大黒町行って一日枠しときなマジで。じゃあ Wi-Fi 使い放題だし、とりあえずエアコンもつくから。でなんかネタ考えて、ネタせんでもいけよね。最初自己紹介ぐらいで多分1日2日持つでしょ。で、なんやろな。顔出しはできるの？顔出しはできるの？普通に喋ってたらいいよ、多分。黙ったり、なんかこう、来て来てって言うと、コメントしづらくなるから、俺ちゃんみたいに適当にずっとダラ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 喋っとったら、なんかもう物言いたい人がなんか言うてくれるから。最初の頃なんてさ、あれよ。あ、きついのか。きつかったら、まあ、だから外亀にして自分スタンと壁、あ、心霊配信してんね、あの部屋で。ここお化け出るんです、言うて。ここ、あの辺の街を、なんていうの、歩いて、大黒町紹介とかしながら、俺ちゃんみたいに自販機チェックして。あれネタやからな。自販機の釣り線はあくまで仕込みやからな。こうやって自販機行って、こうやって、カタ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 。で、もしそこにもともとお金があっても、それは今僕が入れましたって。ね？仕込みですから。じゃないと捕まるよ。自販機チェックしたお金を使うと使い込むと捕まるよ。ね？あくまでもネタですから。仕込みですから。いらっしゃい、俺ちゃんなんて大概アンチだらけでね、あれっすよ、何もコメントもくれない、閲覧もない、しかも何かやったら何か文句ばっかり言われね、わけのわからん味を抑える人たちばっかりと3年戯れてるから。じゃあ今日なんと酎ハイが届いたんだけど、リッキー君はお酒飲めんの？ちょ俺ちゃんおにぎり買いに行こうかな。今から日雇い派遣バイト行かなかったから、おにぎり買いに行くわな。モグラオカやってたの？すぐ祝電。そう、こいつらね、警察に祝電しよるか。今日20円引きないのかよ。マジか、20円引きないのかよ。まあ、いったな。20円引きがないんだから、俺、大好きなものを食べようかな。じゃあ、紅鮭と、ネギトロサーモンにしようかな。シャケシャケやな。そう、こいつらね、沖縄のマックスバリューでもこいつら通報しやがったからね、びっくりするんだけど、マジで。本当に。沖縄のマックスバリューに通報すんだよな。那覇のマックスバリューに通報しやがったけど、びっくりしたわ。何でよ、おにぎり肉しか食べへんの、おにぎり。今、レオン沖縄おるじゃん。すげえな。iTunes 買って課金するのも
やるよりウサギやったらいいのに。別にモグラはモグラやる必要ないよ。あの潜っててくれてても、なんか知らんけど、じっといてくれてはる人は閲覧の一人として置いといて、ウサギでウサギジャンプを狙った方が、ね、人参もくれやすいし、ウサギキツネぐらいでいいんじゃない。なんでペンギンやねん。ペンギン枠の必要性がわからんわ。あれ、ユイガがわけのわからんこと言って、俺はあの何アイテムなんかいらねえんだよって言って、ペンギン枠ができちゃって、ね。なんかペンギン枠あるけど誰も使ってないだろ。ペンギン枠なんてペンギン枠の意味がわかんねえわ。もらえるもんはもらおうぜマジで。だからウサギ枠をキツネでやって、そうそう大黒鳥のね、楽しんできたらいいと思うよ。おじちゃんみたいに大黒鳥のあのお部屋配信したいのよ。大黒鳥お部屋配信とあの辺の町配信で、もし暇だったら本当にポスティングする。何なんだよ、謙虚になる必要ないから別に。謙虚さは求められてないわ俺らに。こじれるんだったらこじってこじりまくらないと。あの、俺ちゃんの配信歴、今配信歴見れないみたいで、ダウンロードもできなかったから、今日なんか夜までかかるらしいけど。さあ、おにぎりでも食べて。ああ、行きたくねえわー。もうプリンさんいらないだろう。もう、あれですよ、あの、こんだけこじってたらプリンさんなんかもいらんでしょ。もうらってなんぼやろ。見た？今日の貢ぎ物。休みたいけど、隣運輸やで。100% 体壊れるやん、俺今日。しかも、一番長い16時に12時のシフト。騙す？どういうこと？騙す？絶対俺ちゃん今日足壊れんねんけど。そやな。マジで月給安かったけど、その頃が一番幸せだったかもしれないね。まあ、おじちゃん営業職だからサボったらあのインセンティブが飛ぶから。おじちゃんは働いてたけどね。遊ぶ時遊んで、営業なんてね、1日1時間か2時間仕事すればそれで成果上がるから。8時間みっちり営業しなくても成果上がるから。深夜のアルバイト社員募集してるぞ。焼き鳥食べ放題の無料まかない付きやぞ。リキ君ここ来たら給料手渡しで焼き鳥食べ放題の無料まかない付き、もしくはこっち時給制。なんでこっち時給制で、こっち時給制50円の 何が違うの。まずは洗い物からだけでいいらしいよ。まずは洗い物からだけでいいらしいよ。焼き鳥食べ放題のまかない、俺ちゃん行きたいわ。俺ちゃんが行きたいわ。それなんでこっち時給制のこっち時給制の50円。あ、時間が違うのか。こっち26時からこっち22。仕事なんていくらでもあるよ。そうでしょ、営業の時なんて大概寝てるやん。 NHK の集金の時も夕方までパチンコ取った。北斗を取ったわ。初代北斗を取ったわ。北斗揃いでレインボーブラー出して単発食らってたわ。行きたくないわ仕事。もう帰りたい、めっちゃ帰りたい。右の靴の紐ほどけてるし、ほんでめっちゃ帰りたいんけど。
見て、俺ちゃんもこんなにコメント来ないだろ。あのね、君らね、俺ちゃんの枠が人がたくさんいてコメントがバンバン飛んでるように、ね、勝手に思ってるかもしれんけど、これ大概30分間俺ちゃん一人で喋ってるだけやからな、俺ちゃんの枠なんて、うん、なんか物珍しいからたまに見に来はる人が素通りしてくれて、たまに閲覧があって、ね、まあ、今常連さんというか、ね、一面さんはいてはるけど、いや彼多分 Wi-Fi がやばいんでしょ。 Wi-Fi が Wi-Fi がね、おはようございます、小山さん、おはようございます、おはようございます。まあ、言うてもうちの枠のね、あの一面さんたちはあの 大手のところのリスナーさんが多いから、目が離したさ、まだショーターさんまだ来てないやろうけど、ショーターさんさっき前一の枠で思いっきりコメントを取ったで。みんな全員つまく見すぎだろ。全員つ対関慎吾 あのスロット枠の全員つのジャグラー見すぎだろ。みんなどんだけジャグラー好きなんだよ。おいちゃん今日2000しか持っていけないからな。生パハウスにね、生パハウスに行ったらいくらでも Wi-Fi 使えんのに、配信もっとしとかないと。枠大黒町のマンションの中なんて枠開いとこだけでもネタになるのに、あんなの。ちょっと音がしたけど、あっとか言っとったら、あっって、えっとか言っとったら、なんかいたみたいな、そんなこと言うときゃね。じゃあ、谷急乗り換え、谷の子乗り換えの都度魅力地点で行きましょう。はい。2階乗り換えです、今日。しかも鶴見緑地からまた15分ぐらい預かされるし、マジかよって感じなんだけど、おにぎり食べるわ、おにぎり食べるわ、お腹すいたからおにぎり食べるわ、お昼食べます、おにぎり食べます、普通の暇を結んでおにぎり食べます。よいしょ、近くかな、鮭から食うか明太子から食べようかな。明太子からいきまーす。マジでゼロいいね、100いいねかなと思ったらゼロいいね。ありがとうございます。宣伝活動ありがとうございます、ね、こういう人助かるよね、こういう人は助かるよね。仕事はね、4時から仕事で15分前集合で3時45分なんだけど、初めての現場なんでめちゃめちゃ早く出ました。多分1時間で着くから20分ぐらい、30分ぐらい早く着くから20分ぐらい早く着く、まあ、言うても20分だけやから早く着く。お腹すいたからおにぎり食べようと思って、お昼食べてから行こうと思って、やる気はないわ。このイヤホンマイクはブーンって打ってないねや。もう片方のイヤホンマイクは壊してるだけなんかな。壊してるなんか。もう一個の全く同じイヤホンマイクで配信したらブーンブーン。ラップにはない、太陽カップにはない、あ、更新はしてない、家で配信しただけ。さすがに隣海に行く前にコスティングしたら死んでしまうでしょ、おちゃん。持ち物に運転なかったからいいよね。
南アフリカ行った時の軍手があるの、はい、持ち物に軍手って書いてなかったよ。持ち物、昼食、飲み物、え、昼食、飲み物、筆記用具って書いてある。昼食も食べてる。飲み物はお茶とコーヒー持ってる。筆記用具ボールペン入れてある。アコもボールペン入れてるから。夏場やったら言い逃れできへんじゃん。夏場にパンツかぶって防寒具おかしい。じゃああの頃からセンサーみたいね。あとスマホ1台しかない。リアタイ発見の時のコツは商品はほとんど持っていかない。これ当たり前だから、これ常識だから。今日俺だから2000円とこのスマホとピタパしか持ってない。何にも貴重品持ってこない。いつ盗まれるか分かんない。みんな電話マジでロッカーもないし、貴重品持ってくれたら。電車の中で、ね、転がったり、釣り替えにぶら下がったり、ましてや、ね、
VGA したりとか、下半身は EMCA とか、そんなことしないよ。だって絶対しないよ。あ、作った。あれ見せるだけでいろいろ割引が効いたり、あの関空とかでね、あのあれですよ、あの外貨買うときとかの入部レートを受けたりとか、持っとくだけでね、結構使えるカードです。だからそれでショッピングとかできる。なのキックスカード、ゴールちゃんもキックスカード持ってる。見せるだけでね、あれが安かった、これが安かった。5% オフみたいな。まあ言うても、ゴールちゃんもここの人に教わったんで。あ、この間の南アフリカとオーストラリアの時のあのキックスポイント貯めてないわ、まだ。貯めないと。ちゃんマン、俺ちゃん。なんかもうしょっぽいおっさんばっかりに、なんか昔のしょっぽいおっさんばっかりの時代が来る。ユイが、うなちゃんマン、俺ちゃん。しょっぽ、こっしゃ。やめろやめろ。その中で残ってるの唯一一人だけや。しかもその残りの人のいるのはもう静止画像で、ほとんどと、あの子の枠でもある意味すごくない？枠開けるだけで静止画にして、生活音聞かせてるだけでアイテム取るの。このシーンあるってない？あの人すごくない？静止画像で生活音カタンカタンカタン、カチャカチャ、パシャッとかそんな音してるだけで、今日も可愛いねアイテムみたいな、ハートハートみたいな。何なのあのアビ、どんな宗教や。羨ましいだろあれ。ラジオ配信でアイテム枠開けただけで100何十人が監視体制、100何十人が監視すんねん。アニーディアンス、はい、この会話を
車の中で大声にしろ、俺ちゃんどうよしかもこれ仕事帰りじゃねえかね、これ仕事前だから、ね、今現場向かってっから、これマジで、割とマジで帰りたいわ、めっちゃ帰りたいんだけど、仕事ですよ、マジで乗り換え、乗り換えます、タイガーマス、タイガーマス、乗り換えます、私はプライド持ってんの、私はプライド持ってんの、この動画帰ってゆっくり楽しもう、この動画帰ってゆっくり楽しもう、この動画また帰って家帰ってゆっくり楽しもう、リリ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 、世間はもうすぐ仕事が終わりだというのに今から出勤するでちゅう、暑いのでみんな気をつけるでちゅうね、なんとエスカレーターも止まってるでちゅう、大変でちゅう、電車の中はジーバーばっかりでちゅう、さて次回の工事は現場まで早く行く、現場の近く散策、暑くて帰りたくなる3本です。それではまた次回も見てくださいね、それではまたアイテムたくさんくださいね、アイテム59万円分くださいね、テレレテテテテレレレテジャンケンジャンケンジャンケンブン、うふふふ、チャンネルはサントリーの提供でお送りいたしました。いたしまーす。歩きスマホはやめてね。個人からのお願いでした。